CD プレイヤーはコンパクトディスクを再生する装置。CDDA に記録されているデジタル音響データをスピーカーで再生可能なアナログ信号へ変換する。CDP という略称で呼ばれることもある。世界最初の商業的に販売された CD プレイヤーソニー CDP-101。写真はイタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチ科学技術。 国立博物館の展示品世界初の商業的に販売された CD プレイヤーは1982年10月1日発売のソニー CDP-101 でカタログ表示価格は16万8000円であったこのプレイヤーは当初は日本国内でのみ販売された最初はソニーと CD 企画も評価が高かった米国の CBS レコードも CD の16タイトルを 発売した。最初の携帯型 CD プレイヤー、ソニー D-50 世界最初の携帯型 CD プレイヤーはソニーの D-50 であり、日本国内では1984年、翌年には各国で発売された。ソニーにはウォークマンを世界的に大ヒットさせた実績があり、CD でも同様に携帯系を市場に投入したものである。 当初かなり高価であった CD プレイヤーは、その後メーカーや機種が増えるに従い次第に安価になってゆき、携帯型プレイヤーも登場したことで、クラシック音楽愛好家だけでなく、ポピュラーミュージックやロックミュージックの愛好家たちにも広く普及していった。CD プレイヤーや CD ソフトの売り上げは急増した。1985年には初のミリオンセラー CD も登場した。 1982年の初の CD プレイヤー発売から、この頃までのことはデジタルオーディオのビッグバンなどと呼ばれることもある。CD プレイヤーの年間出荷台数は2001年の259万台がピークであった。その後、デジタルオーディオプレイヤーの普及に伴って徐々に減少。大手電機メーカーは相次いで製造から撤退した。 一部のジェネリック家電メーカーが今も製造を継続している。高齢世代に一定の需要が存在するほか、高額ドライブのないノートパソコンの普及も手伝って、携帯型 CD プレイヤーの売り上げ低迷に歯止めがかかっている。CD ラジオも廉価製品が次々と出現した。ポータブルプレイヤー一体型プレイヤー背置き型。コンポーネントステレオの一つのユニットとして用いられるもの。 デノンの1980年代の製品の筐体を開けた状態で内部の部品の構成やその大きさがわかる写真。左下が CD ドライブでトレイが手前に飛び出た状態。右半分が回路の基板。左上は家庭用電源から高圧した電流を得るためのトランス。携帯を重視しているタイプ。CD のディスクを一回り程度上回る大きさで、 数百グラム程度と軽量であることが一般的である。ヘッドホンアンプのみを搭載し、イヤホンによって聞くものが一般的。車中や歩きながら聞く場合も想定して、筐体の振動により時折起きる CD データ読み取り失敗で生じる音飛びを防止するために、先行して読み取ったデータを貯めつつ再生するためのバッファーをそれなりの量備えている機種も多い。 CD プレイヤーがアンプやスピーカーと一体になっているもの。スピーカーから再生音を聞ける。ライン出力が主でアンプおよびスピーカーを通して再生音を聞くもの。ヘッドホン出力端子はある場合もない場合もある。CD デッキとも呼ばれる。以下のような様々なタイプがある。多くは MD 等へのデジタル録音が可能な光同軸デジタル出力端子を 標準装備している。またカセットデッキや MD デッキとのシンクロ録音や滝との連動操作が可能なシンクロ端子、エディット端子、コンピュリンク端子といった名称の端子も多くの機種に搭載されているが、この機能は同一メーカー同士の組み合わせとなっている場合のみ動作する。ありがとうございます。